スチームクソゲー。発掘したーい。写真。スマートフォン、SNS の発展によって、写真を撮るという行為は、我々にとってとても身近なものとなった。思い出として記憶する従来の目的以外にも、メモの代わりとして活用する、SNS 上で見せびらかし、他人に対しマウントを取る。様々な使い道が広がっている。今回は写真をテーマにしたゲームを見ていこう。今回ご紹介するのはこちら。スアンシー・ゴンギー制作の、大春陰詩。元は簡体字なんだけど、表示されないからちょっと変えているよ。こちら英語名は、テイク・ザ・フォトグラファー。カメラマンを連れてくるってな意味らしい。お値段100円で一見のレビューもないぜ。オプションもないストロングスタイルなんだけど、ゲームの方を始めていこう。左クリックでスタートすると、いきなり草原に放り出される。そこにあったのは白い柵と建物。それと白目を向いた女の子だった。アメコミのキャラクターかな？何やらポーズを取り始めましたね。顔面が腕にめり込んでいるが、今作はこのキャラの写真を撮るだけのゲームとなっているぜ。この女の子はランダムに進み、何種類かのポーズを決めてくれるよ。ちなみにホバー移動機能も搭載されているぜ。悲しいことに彼女は白目を向いているので、こちらを認識することができない。写真を撮る上で、コミュニケーションは大事だと思うんだけどな。また白目を常に向いているせいで、他人に白い目で見られて、周囲から浮いてしまっているよ。確かに浮いていますね。そして彼女は武空術の使い手でもある。そしてこれが超危険。この子をパンチ履いていないんだよね。さっき体にめり込んでいたが、乳首も見えるので、エロ目的で購入してみてね。しかしエロクソゲーというよりは、ホラーゲームの様相を呈しているね。サメも空を飛ぶし、貞子が空を飛んでも問題ないな。やっぱりこれはエクソシストだったかもしれない。一通り行動を観察したので、写真撮影に移ろう。しかし残念なことにこの写真は、ゲーム中で干渉できないし、何かをアンロックすることもないよ。写真を撮るとゲームのフォルダに、画像ファイルが生成されるんだが、なぜか開くのにものすごい時間がかかる。2メガ程度の PNG ファイルなのにね。つまりこのゲームで写真を撮るより、Steam の機能でスクショを撮った方がいいということだな。そしてこれでこのゲームの紹介は終わり。マップもモデルも変更できず、おまけに柵を越えて外に行くこともできない。画面の外に行けるのはマウスカーソルだけ。よくあるユニティ製クソゲーのように、マルチモニターだとマウスカーソルが外にはみ出し、気づかぬうちにいろんなソフトを立ち上げてしまうぜ。久しぶりの現象だね。ホームに帰ってきた感じがするな。しかしもう話すこともないので、早漏に移ろうか。それでは早漏やっていくよ。ストアページにはこうある。場所とポーズを組み合わせて、好きな写真を撮ろう。しかし実際は場所も選べず、ポーズを決めることもできない。グラビア撮影というより、未知の動物の調査記録といった方が正しいな。おまけに撮った写真の鑑賞も、まともにさせてくれないという隙のなさ。インパクトとしては十分だな。しかし100円を払うのもためらわれるような内容のなさ。これぞスチームって感じだぜ。白目を向きたい時に、ぜひともプレイしてみてね。それでは今回はここまで。